はい、おはようございます、マジのテト君おはようございます。マジの寝起きでございます、もうライオンみたいなになってますけれども ね今朝の7時半ぐらいなんですけども、大会まであと2週間ぐらいで、僕が最近やってる朝の日課を今日は動画にしたいと思います。痩せたいっていう人はちょっと参考にしてみてください。腹筋割りたいとかね。じゃあ行きますか。はい、体の様子を撮っておこうということで、今こんな感じですね。朝一の体こんな感じ、腹筋に血管は浮いてます。ウエストも今67、8ぐらいに、なっててだいぶ細くなってきました。こんな感じです。でね、髪型もいい感じで仕上がってますね、帽子かぶろう。はい、で今から、ジムに行きます。飯を食う前にジムに行きます。これが大事で、体に糖質栄養を入れる前にジムに行って運動して、脂肪をもういきなり燃やしちゃおうという作戦でございます。でさすがにね、本当に何も取らずに行くのは怖いので、アミノ酸 BCAA だけ取ります。僕はこの朝取るのはこのマイプロテインの BCAA、 これはグリーンアップル味かな、全然違ったわ、レモンライムなんですけど、そこそこ美味しいのでビルダー飲みできますね。マイプロテインのさ、このジップの部分あるじゃないですか。ここさ、これで閉まってくんないよね、全然。これで閉まってくんないからさ、こうやんなきゃいけないの、たるいですよね。というわけで、アミノ酸も取ったことなんで、ジムに行きましょう。はい、というわけで始まりました朝のトレーニングの様子でございますけれども、実況解説私マホーンがお送りいたします。まずこれスクワットからですね、入っておりますね、マホーン選手ね。これ、確かね15回ぐらいやるって言ってたと思うんですよね。これ60キロですね。でしっかりとこの膝より下の位置に、お尻が来るようにフルスクワットですね。フルなのかパラレルよりは下がってるかなと自負しておりますけれども、それで15回、お1、2、3、4、5、はい、ラストいきます。はい、15回ですね。でドンと置きまして、おっと次どうするんだ。でおもむろに腹筋ローラーを取り出して、なんかやろうとしてるけど下に何も敷いてない。これ痛いんじゃない。痛かったんですね、これね。映ってないけどね、この時の僕の表情、結構な表情してましたよ。地獄絵図みたいなね、阿鼻叫喚みたいな感じでしたよ、本当に。結構苦痛の表情に顔を歪めておりましたけれどもね、頑張って、これ10回ですね。できるだけこう負担の抜けない範囲で動作をするようにはしてるんですけど、辛いなと思ったら、一度こう、なんでしょう、重力のかからないところまで体を起こして再度やるというような形で10回はマストでやっております。で10と、はい、お疲れ様です。はい、今みたいな感じのスーパーセットを全部で、3セット行います。インターバルは1分未満ぐらいでやるように心がけてます。で重量と回数っていうのは、3セット通して全部変えません。これ2セット目の映像ですね。でこれさっきの腹筋ローラーのね、膝が痛かったんでしょうね。ちゃんとこうマットを敷いてますね。チンパンジーなりに頑張って考えたんですね、本当にね、偉いですね。ただこのカメラ映りをちょいちょいこうチラッチラッって見てるのがこう非常に不愉快ですね、申し訳ございませんね。でね、この辺りからは、僕時空を操ることができるので、倍速でちょっとお送りしておりますけれども、でまたね、見ていただいて分かる通り、できるだけ負荷が抜けない範囲での動作っていうのを心がけて
折りますね。しっかり伸ばしてしっかり戻るということです。はい、終わりでございます。2セット目終わりで、次もう1セットやりましたと。はい、でこれ2セット目、2種目目かの映像ですね。まず懸垂をやっております。グリップは何でもいいと思います。懸垂をまず10発打ちます。で10発打った後に何をするのかなっていうことなんですけども、このハンギングレッグレイズでございますね。これは、あえてまた負荷強度を少し下げてます。でリズミカルにこう膝を曲げながらちょっと強度下げて、リズミカルに20回、負担は抜けない範囲で動作するんですけど、軽めに20回っていう感じを目標にやっております。でかいですね、これ顔がいい感じででかいですね。で口もなんかパクパクしてていい感じですね。金魚みたいですね。うん、可愛らしい、いいと思いますね。でこれ2セット目、逆のアングルから、見せびらかしたかったんですかね、やっておりますけれどもね。また10回です。懸垂を10回打った後にハンギングレッグレイズを20回やっていきます。これあれですね、あのハンギングレッグレイズ、これ後ろから見るとなんかちょこちょこしてて非常にキュートですね。これ全体的に今日キュートな感じのワークアウトになってていいんじゃないかなと個人的には思いますけれどもね。皆さんどう思われるでしょうかね。でこれで全部終わりです。朝のワークアウトは終わり、この後にプロテインを飲んで一通り終わりでございます。よいしょー、いやー戻ってきた。ただいま帰りました。あ、落ち着くねこのアングル、やっぱりいつものこのアングル落ち着くね。いやー疲れたね。こんな感じで毎朝ね急に元気になってるけど、やったぞっていう感じがして今テンション上がってます。今日も頑張ったぞと、まあ、こんな感じで時間がある朝っていうのはご飯を食べる前にジムに行って、軽くちょっと汗を流すと。でちょっとね遠めのジムに行って、そこでもちょっと有酸素を兼ねてウォーキングとか、チャリこいだりとかねするようにしてます。だいたい全部で1時間ぐらいですかね。これがまあ僕の今のルーティーンで、大会まであと2週間っていうところなので、最後の一絞りね、最後のしつこい脂肪を落とすためにこんなことをやってるんです。でまあ軽くまとめると2種目だけです。2種目で計6セットだけやります。本当に心拍数を上げる目的でやってるので、セット数とかはすごく少ないんですけれども、まず1種目目が、フルスクワット60キロですねを15レップやった後に、腹筋ローラー10レップ、これをスーパーセットで、やります。これをインターバル1分、上限で1分、1分以内にいけそうだなって思ったら1分以内に次のセット入っちゃうんですけれども、これを3セットやると。で次懸垂とこれハンギングレッグレイズを、のスーパーセットですね。で懸垂がだいたい10レップで、ハンギングレッグレイズはこうリズミカルにね、負担抜かないんだけどリズミカルにやるっていうのを意識して20レップやります。これをスーパーセットで、1種目目と同じく3セットやります。これもまたインターバル1分なんだけど、上限で1分、30秒でいけたら30秒でいくみたいなスタンスでやってます。でこの2つをねやるとね、結構心臓バクバクするので、大筋群攻めてるっていうのもあるし、割と腹筋のやり方っていうのも、割とこう全身いろんな筋肉を使うような腹筋の種目を選択しているので、割とぜいぜいハーハー言ってね、心拍数上がってすごくいい感じです。でもう午前中に朝1からこれやると、1日通してすごく体が熱いような感じになって、多分安静時の代謝っていうのも結構上がってると思います。で実感としてもすごく絞れてるな、次の日の朝起きた時に体重落ちてたりとか、皮膚感が少し良くなってたりとかするので、やっぱり効果は高いんじゃないかなと思っております。で本当にこのトレーニング自体は本当に20分もかからないぐらいです。でだいたいジムに行くのに15分20分ぐらいかかるので、それを往復でまあだいたい30分と見積もって、全部でまあ1時間とか1時間弱ぐらいかかるかなというイメージでやっております。でまあ映像でも映してたんですけれども、これをやる前に BCAA を一応体に入れてから、筋分解を防ぐためにね BCA を飲んでからトレーニングに行ってます。
で BCA は 10g、前後だと思います。そうだ、であと、トレーニングが終わった後はプロテインを 30g 飲みます。だいたいタンパク質量でいうと 24g ぐらいですねを、トレーニング直後に摂取して帰ってくるというような感じにしてます。はい、というわけで、今の僕の朝のルーティンをご紹介しました。俺、私ちょっと痩せたいわとかそういう方いらっしゃったらね、あの効果は保証するのでぜひ試してみてほしいと思います。マホン大会頑張れよっていう人はグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、僕の近況報告も兼ねて、日常をお送りしてまいりました。申し訳ございませんでした。バイバイ。